はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビージです。今回はですね、提督の決断法パワーアップキット、こちらをプレイしていきたいと思います。で、以前こちらのチャンネルでですね、提督の決断法パワーアップキットはプレイをしてきたんですが、その当時はですね、WindowsXP でプレイをしていて、同時に画面録画も行っていたので、ゲームの動作自体が少し遅くなってしまって見づらい点があったんじゃないかなというふうに思います。で、今回はですね、以前チャレンジして動かなかった Windows8 パソコンを使ってプレイの方をしていきます。ちょっと設定を変更したらですね、うまく動くようになりましたので、Windows8 を使って今回はプレイの方をしていきます。なので少しはね、画面見やすくなるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひぜひ楽しんでいただければ嬉しいなというふうに思います。で、今回プレイしていくシナリオですね、実はですね PS2 版もプレイをしてみて、当初は PS2 版で実況していこうと思ったんですけども、今度はですね Windows8 あるいは Windows10 のパソコンを使っても PS2 を動かすと少しというかだいぶ重くなってしまって、実況に少し耐えられないかなというところがあって、 PC 版に戻ってきたというのが本当のところです。 PS 版はですね、特に戦闘画面、回線の戦闘場面が 3D になってたりして迫力が全然違ったんですけど、その分重くなってるようで、処理速度的には7割ぐらいで推移するような形で、だいぶ見づらくなってしまう、プレイしづらいという状況だったので、パソコン版に戻ってきています。で、パソコン版のですね、今回プレイしていくのは、以前はですね、日米開戦、1941年12月の日米開戦をプレイしたんですが、今回は軍労作戦ですね、1939年9月のものです。まあ、2年早く日米開戦していたらどうなるかっていうようなところをね、見ていければいいかなというふうに思っています。で、連合軍、枢軸軍、この陣営の割り振りは、まあ、史実通り、デフォルトですね、こちらでプレイしていきます。軍労作戦の中身は少し読み上げますが、1929年に発生した世界恐慌は瞬く間に世界へと波及、不況にあえぐ各国政府は国民の不満をそらそうと強米の対外政策を取る。だがそれは国家間の緊張を高め、軍備拡張を促すことにつながった。第一次世界大戦の敗戦国ドイツはベルサイユ条約を破棄、 Z 計画に基づく海軍再建を開始。1939年半ば、ドイツの潜水艦、U ボートは数こそ多くなかったものの、すでにイギリスにとって脅威となっていたということですね。で、この U ボート、まあ当初はですね、この潜水艦によるドイツの通商破壊作戦、かなり有効だったというふうに言われているようなんですが、イギリス軍がですね、まあ、レーダーを開発してそれを配備した後は、まあ、その潜水艦をサーチして、潜水艦のいる場所を避けて通るようになったことから、この潜水艦 U ボートによる脅威というのはだいぶ下がったというふうに言われているようですね。では軍労作戦始めていきましょう。で、初めてこのゲーム見るよ、まだプレイしたことないよっていう方もいらっしゃるかなと思いますので、説明簡単に聞いていきます。で、内容としては上に5人の士官がいると思うんですが、これがメニューアイコンになっています。で、左からですね、艦隊の担当士官ということで艦隊の編成移動、続いて海域担当ですね。ここでは飛行場の建設や航空隊、輸送船の配備、まあ、輸送船は特に重要になってくるというのと、あとは重要拠点、特に防衛する場合、飛行場を建てて、その飛行場、航空基地から防衛のための航空隊を飛ばすっていうのがね、防衛の有効な手段の一つになるんで、ここも重要になってくるところかなというふうに思います。で、続いて生産担当士官、まあそのままですね、軍艦や航空機、これの生産を行います。で、設計もここからできます。続いて国政担当です。ここは外交交渉、通商、あとは情報、スパイですね。さらに技術開発などを行っていくということになっています。で、最後は情報担当士官ということで、情報の一覧が見えますということになります。ではですね、まず艦隊の画面から少し見ていきたいと思うんですが、戦争を始める、まあ、いわゆる宣戦布告、開戦のタイミングはこちらから、まあ、連合国軍側、イギリスもしくはアメリカ軍の海域に艦隊を進めれば、その時点で宣戦布告になりますので、我々としては一旦状況の推移を見ながらですね、開戦の時期を見定めていきたいと思います。で、航空機の開発が可能になりましたよということで、早速、冷戦の21、さらに99式の艦爆ですね、これらが開発可能になったので、開発完了後、生産、量産に入るということになるので、まずここはね、しっかり見ていきたいと思います。では早速なんですが、艦隊の移動や編成ということで、今16個艦隊まで編成できるうち14艦隊までね、編成できていると思います。画面の右下1から14まで数字出てると思うんですが、これが現存する艦隊になっています。もちろん艦隊の番号を選べばその艦隊の場所を飛ぶことができるんですが、今回はですね、艦隊まず123と、これが日本近海、沖縄に配備されている主力の艦隊になるんですけど、この艦隊を再編成して、この第3艦隊、特に空母機動部隊ですね、ここの再編を行っていきます。例えば飛龍に提督を乗せる、提督を乗せるときは操船、砲撃、水雷、航空、潜水とそれぞれスキル3つの星印3段階 ABC で数字がついているので、 A であればもちろんその担当レベルが高いということになって、効力も高く発揮できるので、例えば山本五十六さんであれば航空レベル、つまり空母に乗せるといいよとかっていうのがあるので、ここをねちょっと見直しをしていきます。で、艦載機は今赤城を見てますが、91機中63機配備済みなので、これね、例えば爆撃機を増やすんであれば爆撃機を選択して数を増やすということで、91分の91みたいな形で航空機の配備も可能です。これを少しやっていくというのと、あと飛行場ですね、例えばマレ沖に作りたかったらマレ沖で飛行場と、で輸送船を配備したかったら輸送船ということになります。で、戦略爆撃機はまだ開発が進んでいませんので、戦略爆撃機が開発できた段階でまた配備方法について確認をしていきたいと思います。で、続いて軍艦航空機の生産なんですが、ここは空母をねバリバリ作っていきたいなということで、空母を、選択していきますというところと、あと非常に重要になってくるのが潜水艦ですね。潜水艦で敵の戦艦空母、大型艦と言われるものを一撃離脱で撃沈することができれば、大戦果と、乗組員の命は犠牲にはなりますけどね、ゲーム上では本当にこの潜水艦かなり重要になっていきます。で、航空機、ここでは生産配備が可能ですというところと、輸送船ですね、これも作っていく場合には資金と鉄と合わせた数でどれだけ作れるかというのを考えて生産に入っていきます。で、諜報活動に関しては特にスパイですね、これから攻略していくところにはスパイを配備しておく方がベターですと。で、技術開発はお金があるうちはもう本当にバリバリ開発していっていいかなと思うんですが、お金がない時は優先的に開発していく技術の対象ですね、これを絞っていく必要があるかなというふうに思います。で、兵器開発はさっき冷戦の21機、99の艦爆が開発可能っていうふうになってたので、ここで確認して開発するんであれば、開発資金が1650って出てると思うんですが、1650を使って開発していきますということになります。ではちょっとこの後ですね、さっき見てもらった艦隊の再編を行ってきますので、一旦画面を飛びます。はい、ではですね、一旦艦隊の再編成などを行いましたので確認していきましょう。まず統廃合を行いました。今まで14艦隊あったうち2つの艦隊を統廃合して、1から7までの艦隊で8を統廃合の末消しています。11も同じく消して、14も消してというところになっています。で、主な変更箇所ですね、第1第2第3の主力艦隊、これ沖縄に今集めてまして、特に第3艦隊には空母4隻ですね、正規空母4隻入っている主力艦隊になるんですが、ここにですね、正規空母赤城、ここには後の連合艦隊司令長官山本五十六さんを載せています。で、山本五十六はですね、ご覧のように航空レベルが A と非常に高いので空母に乗せ替えました。で、同じくですね、空母加賀、これも赤城に次いで航空機の搭載が多い90機搭載できるので、ここに同じく航空レベルの高い山口多聞で、赤城に乗っていた空母の司令長官を務めていた南雲さんは総龍に乗せ替えで、あとですね、同じく航空レベルの高い井上を飛龍に乗せるということで変えています。で、艦載機はねフルフルに搭載しています。で、この後ですね、アメリカ攻めてくることを想定して小笠原、ここに陸上の攻撃機、これを増強していきましょう。やっぱり艦上の空母に搭載できる艦上タイプの戦闘機、攻撃機、爆撃機に比べると飛行場から離発着するタイプの攻撃機、戦闘機の方が圧倒的に性能が高いので、そういう意味ではね、積極的に陸上の攻撃機や爆撃機、攻撃機は飛行場に配備していきましょう。で、同じくですね、アメリカの攻撃にさらされる可能性のあるトラック機、ここには2個艦隊を集結させていて、航空戦力もそれなりに充実をさせています。この後の目標なんですが、まず沖縄から南シナ海、この南シナ海はお金、石油、鉄が取れるんで欲しいところで、この後はさらにレイテへ進行して貴重資源のアルミを奪取した後、マラッカ海峡へ進行してイギリス軍が増援を東南アジア方面に送り込めないように、ここで蓋をしましょうというところで、オーストラリアを取って資源の確保に努めていくという流れで進めていきましょう。では時間を進めていきます。で、宣戦布告をしましたので、これで南シナ海に進行していきましょう。で、ちょっと南シナ海の状況を見忘れたんですが、スパイを送り込んでいるので、飛行場の場所は割れていますね。第1、第2と2つの飛行場の場所は割れています。で、敵の艦隊がいるかどうかは索敵を行って確認していきましょう。で、夜明けか日没か出撃のタイミングが選べるんですが、今回空母を主力としているので、空母から離発着可能な夜明け、ここのタイミングで戦闘を始めていきましょう。では早速なんですが、一旦委任にしちゃいましょう。それぞれの操作を行うので、まずは一旦委任にして艦隊だけ進めます。で、索敵も行っていかなきゃいけないんですが、すでに敵の飛行場の場所は割れているので、飛行場の場所をここに味方の爆撃機を飛ばしていきます。で、今画面のマップ上に白い、左下のミニマップ上に白い円みたいのが出てると思うんですが、これが攻撃機の飛べる範囲ですね。航続距離と言ったらいいんですかね。なので、ここの航続距離に収まるタイミングで攻撃機をまずは先制攻撃送っていきましょう。で、敵の飛行場から飛んでくる陸上タイプの飛行機の方が航続距離が長いことが多いので、いち早く敵の飛行場に対して攻撃機を送れるかどうかっていうのが、この空母での戦いの重要なポイントになると思います。で、空母から航空隊が発艦するときは、攻撃機、爆撃機に合わせて護衛機も一緒に飛んでいく形ですね。で、敵の方から直援が出てますが、数では圧倒的にこちらが多いので、第2次攻撃隊を送れば敵の飛行場は撃破できるかなというところかと思います。敵の偵察機にこちらの場所も発見されてしまったかな。第2次攻撃隊を出したいんですが、敵の爆撃機のが早いですね、さすがに。方は。空母はノーダメージでいきたいですね。まずは敵の第一飛行場破壊完了というところなので、この後ですね、偵察機をバリバリ飛ばしていって、敵の水上部隊がいるはずなので、その水上部隊の場所を割っていきましょう。いたね。早速いた。ここにいます。で、ここは、もうちょっと確認したいな。何がいるかどうかですね。戦艦クラスがいるのかな。いや、空母がいる。空母発見。この空母を撃破していこう。敵のこれ正規空母イーグルですね。敵の正規空母イーグル発見という報告が入っているので、画面の左下の方にね、随時情報が更新されていきます。で、ここで今敵の正規空母イーグル発見という報告が入っているので、このイーグルの撃沈に全力を注ぎましょう。ここで敵の正規空母を撃破しておくとだいぶ変わってくるんで、何が何でも仕留めたいな。ちょっと艦隊がごちゃごちゃしてて、巡航速度を最大限に上げてるんですが、逃げられる可能性があるな。急いで追っていかないと。すでに見失ってるもんね。ちょっと戦艦部隊の足を上げましょう。ここで空母を取り逃すというのだけは避けたいな。本当に艦隊がバラバラになっちゃいましたね。よし、敵の空母の足を止められそうだな。ただ撃沈にまでは至らないか。いやー、敵の空母取り逃がしそうですね、これは。了解。なんとか、そっちじゃないんだよね。そっちじゃないんだけど、取り逃がすかな。残念ながら敵の空母は取り逃がしになりそうですね。逃げられましたというところなので、まあ敵の飛行場の撃破に専念していきましょう。ちょっと今回艦隊がごちゃごちゃしすぎちゃったのがよろしくなかったかな。本当に敵の正規空母イーグル発見しといて撃沈できなかったのは艦隊の運用が悪かったですね。完全に大規模な艦隊がちょっと同じところに集中しすぎてしまったのが良くなかったかな。まあすごく残念な結果にはなっちゃいましたけど、ただこうなってしまった以上はあとは敵の飛行場を撃破して味方の主力艦が無傷で終わることが重要ですね。じゃあちょっと夜明けまでね時間をバババーっと進めていっちゃいましょう。これで南シナ海は制圧したというところなんですが、味方の被害、まあ、敵の方で見るとやっぱり正規空母これ取り逃がしているのと14艦エンタープライズエメラルドこの辺り取り逃がしてますね。で、味方の損害は長門が中波、もう一戦艦もう一隻がこれが中波ですね。で駆逐艦一隻も中波というところなので、まあ、戦艦2隻に中波大波、小波と中波で駆逐艦1隻は中波というところなので、まあまあよしよしというところだと思います。これで正規空母さえ撃沈できてればなおよしだったかなと思うんですが、まあ、ここはしょうがないですね。ではこの後なんですが、予定通り0艇と出撃をかけていきたいと思いますので、その様子はねちょっと次回またお届けをしていきたいと思います。あ、そうそう、合わせて駆逐艦4隻と潜水艦16隻作ってますので、これもね次回配備していきましょう。で忘れないうちにスパイだけ送り込んでおきます。レイテマラッカこの辺りにはねしっかりスパイを送り込んでおきたいと思います。では次回はこの内政のところの続きからプレイをしていきたいと思いますので、ぜひぜひ皆さんの応援よろしくお願いいたします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね Twitter の方で動画の収録状況とあとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひ Twitter の方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。